い、本日ですねこちらフリースの7選をね比較していきたいなというふうに思います。ということで今回は縛りがあります。2万円以上のフリースということで、安いフリースまでいっぱいあったりはするんですけども、まあどうせやったらまあ2万円以上の、まあ、アウトドアブランドとかそういうところのねフリースは何が違うんか、でしかも用途もちゃんとあるんですよ。これ紅葉に向いてますわとかね、でこれは意外とデパートで向いてますわとか、そんな話がありますので、お話していこうと思います。まずはですね1点目、どれからいこうかなということで、これね人気のやつ、ノースフェイスのデナリジャケット、まあ、これあのフーディーっていうのもあったりとかするんやけども、こちらをね着ていきたいなと思います。こちらデナリジャケット L サイズで着用しております。お値段がですね19,800円、最初からお前2万円切っとるかなって感じなんですけど、ちょっとこれはお許しください。まあ大体2万円ぐらいになってるからね、2万円ぐらいということで考えていただければいいんですけども、こんな感じのフリースになっています。まあ定番のフリースなんでね、見たことあるよって方も非常に多いと思うんですけども、暖かさとかね動きやすさどうなんっていうところがあると思うのでね、まあ暖かさからまず見てもらいたいんですけど、暖かさってこの毛のね長さによって変わってくるんですよ。だからこれが長ければ長いほど暖かい空気をそこに溜め込んでいくっていう感じだけども、短ければ短いほど空気を溜める層が少ないので暖かさはちょっと落ちるよねっていうことなんですが、このフリースに関してはちょうど中間ぐらいですかね。肉厚的にもまあまあの肉厚があって、フリース界隈でいうところのまあ中間ぐらいなんで、暖かさは以上丸かなというところで、動きやすさに関してもね特別ストレッチが効いてるわけではないんですよ。だからめっちゃストレッチが効いて動きやすいってわけじゃないんやけども、ちょっとボックスシルエットで横にちょっとゆとりがあるので、まあ動くとかはねそんなに問題はないんかなっていうことで、まあ、動きやすさもね一応まあ丸かなということでは思っております。で次ね、こちらバーサミットフリースみたいな、そんな名前やったと思うんですけどもね、こちら着ていきたいなと思います。はい、といかがでしょうか。こちら L サイズでね、なんか結構きれいめな感じです。同じノースフェイスやのになんかちょっときれいめな感じじゃないけど、まあ、さっきのところで言うと、まあ、スラムダンクで言うところのこれ桜木花道的なね王道な主人公のフリースやとしたら、同じ高校同じブランドやのにもかかわらずちょっとスタイリッシュなこれルカワみたいなフリースになってるでしょ。だからルカワフリースということなんですけども、これがお値段がですね20,900円ということになっておりまして、正式にね2万円を超えているわけなんですが、暖かさに関してはねこれはね20丸です。っていうのもこの毛足の長さっていうの結構長いの分かります？だからフリースって一言に言うてもね、実は意外と全然違うんやと。確かにこの毛足ふわふわしてそうで、これあったかよねっていうことやと思いますし、それ以外にもね動きやすさっていうところが、このストレッチ効いてる生地をねこの動くとこに当ててるんですよ。だからちょうどね動きが必要なところにもこうストレッチ素材のニットがね採用されてるんで、意外と細身に作られてる割にはしっかり動きやすさがねこう担保されてるっていうのがこのルカーフリースなんですよ。でよく視聴者さんからね、拓蔵さんはいつも漫画の例え話とかいろんな話放り込まれてますねって、服の話してるとは到底思えませんって言っていただいたりすることあるんですけどもね、まあ、それの方が分かりやすいでしょ。なんか記事の話ばっかりしててもよう分からなくなってくるから、まあ、肉の話してみたりね、北斗の拳の話してみたりとか、まあ、そっちの方がこう聞いてでもね、あそういう感じだよってイメージ湧きやすいかなと思ってますしね、まあ、そんな感じでお話していくんですけども、次はねパタゴニアに行きたいなと思います。フリースといえばパタゴニア、とにかく名作が多いということなんですけども、こちらがシンチラスナップティというねフリースになっておりますが、これ着ていきましょう。はい、こちらはですねサイズが M サイズです。パタゴニアはねちょっと海外サイズなんで少し大きめなんで、まあ、M でいいかなとは思いますけども、こんな感じのサイズ感で、生地感的にはねさっきのデナリにちょっと近いかもしれないですね。生地感的にこう中間ぐらいの毛足の長さがあって、そんな特別短いわけじゃなくて、例えば短いやつでどんな感じっていうとこんな感じ。もうこれ結構短いの分かります？毛足あんまりないじゃないですか。こういうのはまあ毛足短いよねっていう感じで、まあ、よりなんていうのかな、暖かさっていうよりかは動きやすさとか軽さを重視されてるフリースの生地がこんな感じなんだけども、まあ、そう考えて見てみるとちゃんと毛足が見えますので、そこそこの保温力はあるんじゃないかなということで、保温力としては丸、そして動きやすさっていう部分で関して言うと、そもそもパターンからちょっと大きめに作られてるでしょ。だから動きやすさもねまあまあそこそこあるんちゃうかなと思います。さっきのまあデナリみたいな感じですよね。まあボックス型になってるから、そもそもがちょっとゆったりめに作られてるので、まあ動きやすいかなと。でパタゴニア3兄弟いきますよ。次これ長男やけど次次男いきますよ。次男何かっていうとね R2 になっております。 R2 着ていきましょう。はい、ではね次こちら R2 を着用してみました。ちょっと R2 がね若干仕様変更しておりまして、2020年まではねこのタイプの R2 になっております。袖口にこの R って入ってるのが分かりますか？ R って入ってて、今回のね新しいバージョンでもねちゃんとしっかり R って入ってはいてるんやけども、ちょっと生地感がね変更になっておりまして、以前までのものはねこれぐらいの毛足、もう毛足長いの分かりますよね、ふわふわしてるので、今回は毛足は実はないんですよ。ないんですかと、こんなフリース見たことないですわと思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、
くり返すとねフリースの生地になってるんですよ。だから表の方は全然フリースでもなんでもないけど、ひっくり返したらフリースの生地があると。でたまたまついさっきほんまにこの動画撮り始める前にね、僕がオーダーしてたねフリースのね部品の生地が届いたんですよ。でこれもねブロックテックと全く同じなんだけども、こっちが、表の方はつるんとしてないけど、ひっくり返してあげるとちゃんとこういったフリースのね生地が採用されてるっていうことで、こういうのは用途によって分けてもいいんですよね。肌に当たる方はこう気持ちいいふわふわの方で、外の方はね、毛玉ができにくいようにこういう風に対策してるっていうのもあったりするんですけど、なので暖かさとしては見た目は結構すっきりしてるから、あれあんま暖かくないんかなと思うけど、意外とこれあったかいんですよ。でそれでいてサイズ感とかはね結構細身、さっきのスナップティーにしたらえらい細いなって感じになってるんですけども、ただこれもストレッチ性がもう一番効いてます。もうビヨビヨにストレッチが効いてるっていうぐらいストレッチ効いてるんで、後でもまた言いますけどね、運動とかやっぱそういう時なんかにはねめちゃくちゃ重宝すると思いますけども、もともと登山用として作られてるから重宝するんやけどもね、非常にいいフリースになってるんじゃないかなと。で次はねパタゴニアといえばもうこれは絶対外されへんっていうフリースがあってね、何かというと、さっきから見えてましたね、このモコモコしてるフリース、レトロ X、これもずっと昔からあるんやけども、このフリースももう見るからにこう毛足長いですよね。だからあったかそうな感じがするんやけども、こちらも着用していきましょう。はい、こちらがですね M サイズで着用しております。こちらねレトロ X に関してはフリース界の登竜門やと思ってください。まずはフリース何買おうかな、レトロ X いいやん、レトロ X 買ってみたら意外といいやんってなった後、パタゴニア調べてくるでしょ、山のように出てくるから、シンチラスナップティ R2 とかまだまだ出てくるから、 R2 以外も R1 とかもあったりするから、これヨーグルトかいなと思ったりするんですけども、ヨーグルトではございませんけどね、そういうのがいっぱい出てきますので、まずはねこれを登竜門として皆さん感じていくんやけども、レトロ X こうやって毛足の長いやつになっておりまして、スタイル的にも少しボックス型になっているので動きやすいし、これ見てもらったら分かるけども、だいぶ袖口も、余裕があるんですよ。だから重ね着レイヤードするってこともねできるように作られてるっていうのがこのレトロ X、お値段がですね3万3000円です。さっきの R2 はね2万4200円で、これが3万3000円と。でシンチラスナップティ1万9800円ということになっておりますね。でこれだけね唯一このフリースだけこの紹介した中でちょっと違うんですよ。ちょっと種類が違う、パッと見は同じように見えるけども一人だけ別物なんですよね。だから羊の外見やねんけども中身オオカみたいな感じで、これだけ唯一後でちゃうっていう話しますからね、覚えておいてくださいね。レトロ X ちゃうんやなと覚えておいてください。でね廃盤になったアイテムなんやけども、実はこれ今年から廃盤になったらしいんですよ。こちらのノースフェイスで人気のやつバーサロフトジャケットっていうやつがね廃盤になって、うわ残念やなと思ってたら、これに変更というかこれの新型モデルとしてトランスアンタークティカジャケットっていうのが出てくるらしいんですね。でそれはなんかこの右の胸のとこに国旗とかいっぱいあるんですよ。でなんで国旗あんのと、別に代表してるわけじゃないですよと皆さんなるじゃないですか。でそれはなぜかっていうとね、なんか南極大陸のその土地を持ってる国とかをここにね国旗で書いてあるらしいんやけども、またそれも派手な感じなんやけど、その派手なのがまた良かったりするんですけどね、そんなも出てくるらしいっていうのは一応伝えておきます。だからそれが6点目。で最後の7点目っていうのが何かっていうとね、ここに見覚えのないフリースあるでしょ、なんですかこのフリースと。でこんなん見たことないわと。でしかもパッてよく見てみるとポーラテックなんですね。ポーラテックのフリース実は今回紹介する中で1点もございません。唯一これだけがポーラテックのフリース。なんでここにポーラテックのフリースあるかっていうと、各ブランドがどんどんポーラテックをやめていったわけなんですよ。もともとこのデナリジャケットもねこっちにありますけども、これポーラテックを使ってたんですよ。でずっと2018年までポーラテック使ってたんやけども、2019年からもう使わなくなったんですよね。で寂しいなと思ったから作りました。これ僕が作ったやつなんだけども、ポーラテックに申請出してブランドとして使っていいですかって許可出さんとダメなんですよ。アメリカの USA のねポーラテックまでポチポチね文書書いてですよ。ほんで申請して、でそれがね1ヶ月ぐらいかけてかな、ようやく申請降りて、ちゃんとあなたのブランドジャパンメディアではこのフリースを使っても良いと許可しましょうということでね、許可していただいたのがこのポーラテックのフリースを使っております。でもこれ見てもらったら分かる通り、毛足をこう長めのやつをね採用しておりますので、暖かく作ってもそうやけども、それ以外にもねこのさっきサンプルでね届いた言うてたこのブロックテックのやつ、これどこに使ってんのっていうと、ここの脇のところに使ってます。だからここだけ伸びるんですよ。でこの生地ねビヨンビヨンとかやって伸びるでしょ。でこんな感じでここだけビヨンビヨンって伸びるようにしてるので、動きやすくなってるんじゃないかなということで、非常に暖かさもあって動きやすさもあると。ちなみに一応黒も着ときましょう。でねこれがねちょっと少しお値段が高くなってるんですけども、2万9800円ということで、レトロ X よりはちょっと安いんですけどもね、ちょっとポーラテックの一番高いやつを使わせていただきましたんで、少し高くなってると、各社それはやめるわなと、高なってるからもう高いの嫌やからやめようっていうことでね、やめる方多いと思うんですけども、そういうことで作らせていただいたっていうのがこの7点になってるんですね。
作ったのは僕これ1個だけだけども、あと紹介しておきました。でそれぞれね用途っていうのがあるので、どういう時に一番いいのかっていうのをねお伝えしていこうと思います。まずはじゃあデナリジャケットからいきましょう。こちらのデナリジャケットはね、とにかく室内とかにはもうバッチリ持ってこいっていう感じでね、僕学校の先生の時によくこれ着とってね、他にもね女の先生とかもこれ着て授業を教えてる先生とかおったんやけども、意外とこれ動く時とか良かったりするから、フットサルとかね、ちょっとフットサルしようぜとか言った時にこうパッてノースレス着てたら、大体みんなナイキとかアディダス着ていくんやけども、ノースレス着てきてるやんってことでね、ちょっとおしゃれな感じが出るんかなということで、ちゃんとこういう擦れたりしてもねいけますよっていうのがありますので、スポーツの時とかそういう軽めなスポーツがちょうどいいんかなっていうことでこちらを選ばせていただきました。ただフリース全部につながることやねんけども、とにかく風通すっていうのと、あとは日に弱い、この2つはもう大前提です。もうこれはフリースにとって大前提やねんけども、唯一レトロ X だけちょっとちゃうんやけども、基本的には日に弱いし風通す思っていただければいいので、屋外できるっていうのはあんまないかもしれません。基本的には室内できる。そして次にこちらのバーサミット、これねルカワジャケット、このルカワジャケットはどういう時に着るのがいいかというと、やっぱりカフェとかですね、女性の方と一緒にちょっとランチしようかとかお茶しようかっていう時なんかはね、これはこういう毛足の長いのってやっぱ女子好きでしょ。だからめっちゃ気持ちよさそうやなってなってくるし、なおかつ色の展開もそんな派手じゃないから修復として着やすいと、で細身に作られてるからよりスタイリッシュに合わせやすいっていうことで、僕はカフェのねちょっと女子と遊ぶ時なんかはねこのフリースがいいんじゃないかなと思ったりはしております。で次のねこちらスナップティー、これどういう時にいいかっていうとね、とにかくバイク、ちょっと待てよと、さっき言ってたことちゃうやんけど、バイクってめっちゃ風吹くからフリースと相性悪いやんって思うじゃないですか。でバイクにした理由がね1個だけあります。明確に1個だけ、これやからフリースにした、バイクにしたんだよっていうのがあって、何かと申しますと、かの有名な約20年以上25年ぐらい前のドラマの木村拓哉さんがねビューティフルライフでこちらのスナップティーを着ておりましたね、その時に着ていたっていうのは、普段バイクに乗っててこの上からジャンバーを着てるというような状態だったんで、とりあえずこれを着るってことはおそらく木村拓哉を意識してる方が非常に多いと思いますので、バイクの中に着込むことによってビューティフルライフのキムタクを僕は味わえてるんだということでね、そういう時に着ていただければどうかなということで、思っております。ただねこのプルオーバータイプ、被るタイプでジップが全部ないから被るのがちょっとめんどくさいっていうのはあったりするから、脱ぎ着はできないんですよ。基本的にもう着ちゃったら着っぱなしっていう状態だけども、それでもねやっぱりキムタクに憧れてる人は多いからいいんじゃないかなということで、ちょっとこれはね僕の独断と偏見の使い方になってるんですけど、いいんじゃないかなと。そして次のこちら R2 ですね。 R2 は先ほど見ていただいた通り結構細身なスタイルになってたと思いますし、あとそれ以外にもこの摩擦がね毛玉なりにくいっていうことで、特に登山の時とかってリュック背負ったりとか、あとそれ以外には上からシェル着たりとか、いろんなことでここに摩擦ができる可能性がありますよね。でそういうのにもちゃんと対策されてるから、特に登山、もちろん登山用で作られてるのは当たり前やねんけども、登山とかそういう荷物をよく持ってて、でさらに動きのストレッチ性が効いてるようなタイミングもバッチリなんですよ。だからそういう時にはいいんやけど、ただ私服として着るってなったらこの素材感ってちょっと私服っぽくはないですよね。だからちょっと難しいかなと思ったりして、また前回のねこういうポーラテックついてるフリースの方が私服っぽい、色はあれやけどね、私服っぽく着れるんかなとかって思ったりするけども、この辺はねちょっとスポーティーな印象になるんかなということで。そしてこちらのレトロ X、これはねどんな時に着るのというと、とにかく紅葉、紅葉デート行きましょう、紅葉見に行きましょうって、大体寒いんですよ。なんでって昼晩までええんやけども、夕方ぐらいから一気に寒くなる、その時はこれ着る。それ以外にもイルミネーション、ちょっとイルミネーション行こうかって言って大体車で行くでしょ。車で行ってる時って室内はあったかいから、これ別に開けといたりもう脱いといてもええんやけども、パッてイルミネーション外で見に行った時ってめっちゃ寒いんですよ。めっちゃ寒いから、ダウンでもいいんやけども、このレトロ X、 ちょっと暑がりの方だったらもうレトロ X で十分ですわ。これ着ていてね、特に神戸 のルミナリエなんかね、めっちゃ人救急なんですよ。人救急の中でダウンはちょっと暑いんですよ。かといってフリースじゃ寒いっていうことで、その時にちょうどこの裏の防風生地っていうのが役立ってくるから、神戸のルミナリエ行く方はこれをね、持っていったらいいんじゃないかと。そしてそれ以外には自転車ですよね。冬場に自転車乗る方っていうのもこれ一着で問題ありません。他のフリースでは全部無理。もうどれ着たって僕が作ったろうやつだろうがノーセンスだろうが何だろうが関係なく、もうとにかくチャリンコでフリースは無理なんやけども、これだけ唯一できますので、そういうところでいけるんじゃないかなということと、最後にちょっとおまけで僕の言わせてください。これはどういう時考えられる
れて作ったかというとデート、とにかく奥さんとデート、彼女とデート、その時はあんまりごちゃごちゃ色ついてるやつよりもシンプルな方がいいっていうことで、それで作らせていただきました。だからそうなってくると、バーサミットと何がちゃうのと、僕よくバーサミットをおすすめって押してるんだけども、何がちゃうのっていうと、これより本格的にポーラテック使った本物のやつが欲しいっていう方は僕のでいいやろうし、いやもうちょっとコスパ抑えた方がいいってやったら絶対こっちの方がいいと思います。だからその辺はね、自分の趣味思考によって変えてもらったらいいと思うんですけど、用途に関しては基本的に一緒になってくるんじゃないかなっていうところでね、フリースの2万円以上するフリースってまあこんな感じになってますよと。だから今の時代ってはっきり言って1000円とか2000円とかでユニクロとかで買えるじゃないですか、フリースなんかね。だから買えるのになんでフリースにこんなに2万も出すのってなってくると、それぞれきっちり用途を作られてるんですよ。でこういう時にバッチリハマるっていうのように作られてますので、まあ皆さんにとってどれがいいかっていうのはね、わからないんですけども、そういうところで選んでいただければいいかなということで、本日はですね、2万円以上するフリースの7点を比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。